そちらも警戒していただきたいですね。これ梅雨前線が先ほど10分が先生からありましたけれど、はい、梅雨明けっていうのはもう週明けじゃないかと、今日は週明けじゃないかみたいなことも言われてました、はい、どうなりそうですか。おそらくですね、東日本、西日本は今週前半少し不安定ですから、まあ、今週後半に続々と梅雨明けということになると思うんですが、梅雨が明けた後も急な雷雨には注意が、わかりました。松山さん、ありがとうございました。続いてはこちらフリップ。強い毒を持つヒアリが茨城県内でも新たに見つかりました。内陸部で発見されたヒアリは全国で2カ所目となります。本日、まあ、環境省の方からヒアリだったと確認されたと連絡がございましたので、ご報告するものでございます。環境省などによりますと、ヒアリが見つかったのは茨城県常陸太田市の豆苗団地です。今月12日、2つのコンテナから見つかったアリ24匹がヒアリだと確認されたということです。ヒアリはコンテナ内の荷物を包んでいた